インコースに構えた鈴木幸男、2コースが2号艇佐藤、佐藤大輝は初日の第4レースで2コースからまくって勝利があります。このレースも2コースに構えました。3号艇大石が3コース、4番鈴木亮介、5番の小倉、6号艇小林で枠なりでのスタートです。目玉レース第6競争スタートが切られました。1コースのランに先行しています。1周1マーク向かいまして、インコースから1号艇鈴木幸男コーススタート、逃げ切りか、第1ターンマークを回る、外から5号艇小倉が持ってきた、アウトコースから小倉つけ前です。内は2号艇佐藤大輝の差し、接戦となりました。トップ争いです。内から2号艇佐藤、外は1号艇鈴木幸男が並んでバックスレッジを中間点を通過、アウトコースに停止差ですが、5号艇小倉3番手から第2ターンマーク逆転を狙います。あとは内をついて4号艇鈴木亮介接近、2マーク旋回、2号艇トップターンは佐藤大輝になりまして、内から1号艇鈴木幸男、そして5号艇小倉も続いています。レースは2周目スタートは正常、さあトップ争いのまま2周目に入っていきました。内から鈴木幸男、そして外は2号艇佐藤大輝となって並んでいます。さらに5号艇小倉接近、1マーク1号艇鈴木幸男、ここでトップか。2号艇佐藤大輝内をつきますが、差は一定進でバックスレッジへ出ています。内から2号艇佐藤も粘る、さあ1号艇鈴木幸男は抑え切って2停進リード、内外入れ替わりました。佐藤は外へ持ち出した、その後ろ5号艇小倉ですが、 2,3 番手は水が空きました。先頭1号艇鈴木幸男、トップでホームスレッジ、はーっと、あもたついています、あ危ない危ない危ない、あ1号艇鈴木幸男、それから2号艇佐藤大輝と両選手アクシデントが発生しました。直線コースへ走っているのは4艇です。5号艇小倉が、3番手で、5艇の小倉がトップに立って、3番手からトップに上がりまして、先頭で最終周回1マークを旋回します。2番手は4号艇の鈴木亮介、あとは3番の大石、そして6号艇小林と4艇がバックスレッジへ出ています。2連単ですと54の組み合わせは 109.6 倍、3連単の543ですと 795.7 倍を示しています。なお1号艇鈴木幸男と2号艇佐藤大輝の両選手は失格となりました。4艇がホームスレッジへ入ってきます。先頭は5号艇小倉、2番手は4号艇の鈴木亮介、3号艇大石、それから6号艇小林の順でゴール前直線です。先頭5番小倉ゴールイン、4号艇鈴木亮介ゴールイン、3号艇大石ゴールイン。